直検診。はい、それではお願いします。先手ですね。相手の得意戦法は三間飛車原始方銀ということなので、三間でいきましょう。片身の囲い、やはり急戦ですかね、相手は、ね、身の囲い、あ、いや、これは、あー、でも、うん、おうやはり急戦ではなくて、これ持久戦を、天守閣かよ。これ天守閣によってどうやってやったらいいんだろうな。なんか変だな、これ。高みの囲い、引っ掛けちゃうか。なんかあんまりこういう風に拠点を作る、作っておく指し方っていうのは以前あんまりうまくいかなかったんですけどね。なんか相手の持ち歩が生きてしまう展開に なりやすくて、あ、6四銀、ほう、いや、でも実際こうやられても結構難しいかなっていう。あ、こっちにもあった。これは、こうか。これやっちゃうよね。同歩はもう同飛車ですね。へぇ。あ、そうそうそう、こういうやり方があるんですよね。あー、そっか、そういうことか。2分進めちゃおう。これはですね、どうしようかな。引くか。6号銀とかいう手があるのかな。6号銀、実は結構困ってるかもしれないんですが、もうやっちゃいます。まあ、いや、なんか差しづらくなっちゃったかな。やっぱり、ああ、何やってんの。同角があるやん。どこに逃げとんやん。まずい、やばいじゃん。もう早速やばくなっちゃったよ。でもそれでも割り打ちの銀、この8四飛車っていう逃げ場所がおかしいすぎですよ、これ。1分30秒。しかし、まあ冷静にその角を設置しておきましょう。まあ取ったら、まあ2五歩は狙いですかね。まあでも2五歩やっても勝てるかどうかは、もちろん2五歩ですね。まあ王様を寄るのかな、これはな。何これ。まあこれは2枚目狙いかな。まあでもこれで攻めが太いかな。いや、これは不利ですね。まあ一発打っとくか。これは取るしかないと思う。取るしかなくて、そこで、いや、しかし桂馬とか、いや、いいかな。1分。ちょっと逃げ道を封鎖するような感覚で。ああ、冷静ですね、これね。これはかなり冷静な一手だけど、ちょっと怪しくこんなことやるか。おお。そうやるもんですか。ん？なんかありそうだなぁ。なんかありそう。ちょっと変な時だけど、こうやる？あ、ちょっと変すぎるな、これは。桂が外されちゃうのか。いや、これが詰めろなら面白いんですけどね。詰めろにな、こっちに飛車乗られてどうするかって感じだよな。飛車乗られた手が詰めろになっちゃうけど、これは30秒。桂も跳ねたいな。ああ、そっか、そういう手があるのか。まあ取るか。まあ玉で取る手がいいかどうかはわからないですけど、まあこれは金をがっちり受ける。ああ、時間がねー。20秒。時間がねー、時間がねー、時
結局時間切れ負けかよ。最悪。局面的にどうなんですかね。やっぱり不利かな。何これ。10秒。分からん。詰ま、詰みはないと思う。ん、なんかよく分からない。よく分からない。あ、おかしいことない。大手してきそう。おりゃ。あー、ダメだ、積んでねえか。時間切れ。あー、積んで、ん？これ同金同銀。いや、積んでないよね、これ。積んでないよね。あれ、積んでんのか？でも局面的には微妙な局面ぐらいにはなったかなって感じですかね。ありがとうございました。